イディオゾーニゴンズキャバ系最強マヒャゼロスやったよかったよっしゃー危なかったわ本当に割かし結構今回ミルダスコボード強すぎたんだけどそれでも勝ったねやっぱ7000と HP はやべえなうんミルダスどんな気持ち部下に負けて飛んでくるわーもうEX 界はね、ボーンファイターの時もさ、や、ね、対戦やってたじゃないですか。ゲマもやんないわけいかないですよね。うん、ゲマもやりましょうよ。対戦。ここでいろんな相手にかかる私の株を上げようというものです。よろしくお願いいたします。まずはかませ犬。いや、違う。胸を組んでいる。目が鋭い。勝てんじゃんかな、こいつ。強いんちゃうか。ゲマン BGM、BGM も5になった。見て見て !5 と4じゃねえか。一応ね、実はですね、豆知識的に言うと5にライアンっていう名前のやつはいるよ。5に一応ライアンって名前のやつはいるとだけ言っとく。さあね、魔王戦の時においてね、勝ち筋はね、つばぜりを仕掛けられない都合上ね、3ターン勇気を貯めてね、逃げ切るのが基本手法になるんでね。基本的には 2P、このね、2P 相手は光の弾を使う形になりますかね。はい、勇気逃げ切りになっていきましょう、2P はね。まあ、どうなんだろう。ホイミスライムがいるから、回復はできるからね。ただ、ゲマの死神の大釜がどこに当たるかが結構重要になってくるんじゃないかな。あとは単純に打撃弱点を取られちゃうから、打点は結構食らうかな。いやー、結構食らうね。ロニー・ジョー。ロニー・ジョニー強いね。あー、それは無駄。無駄ホイミ。この無駄ホイミは響いてくるよ。ゲマの素早さはね、かなり遅めなんで、どうなんだろう。お、ここで動く。ゲマ、行きます。死神の王が、ホイミンの命が惜しければ、うわぁ、ホイミンの命が、ホイミンの命が刈り取られる、ホイミンの命が惜しければ、存分に戦いなさい、みたいな感じになってる。歴戦結構食らうんじゃない ?500 くらい行ってもおかしくないよ。うえ結構食らうな。結構食らうな。結構食らうな。おぞましい熱戦も浴びせてみようや、一応。でも死神の王がまで、一応3発圏内ではあったのか。どうなんだろう。でも、ライアンチームの勇気の溜まり具合は結構重要になってくるよ、これ。さあ、ゲマをね、ゲマをボッコボコに、ゲマボッコボコにしてもうてるやんけ。そうやね、打撃弱点やからね。打撃弱点のせいでさ、まあ、ボコボコにされますよ。ライアンいいよ。もう、ホイミンをいじめるやつは許さんと読むから、ライアンがね、もう映画鋭いもん。熱戦。これ強いよ。あ、いや、ここホイミン避けんのでかくない?このホイミーの池でかくない?今の。さあ、ホイミーで遅延してけ。ホイミーで遅延して。まあ、死神の小釜、ホイミーの間の池はね、かなりでかいかもしんないね。死神の小釜を当てて、熱戦ルートで終わり、4ターン目で仕留められるかどうか。ただ、ゲマの勇気の弾速度もそこそこ速いから、もしかしたら相打ちになるかもね、勇気の。その場合は、ちょっとやばいね。その場合はライアンチーム勝てなくなっちゃうね。さあ、ここでホイミーを動く。ホイミーをしていく。この回避のおかげで死神の大釜の確定圏内がずれたかもしれないもんね。はあ、大釜が。うわ、ライアン、あゲマ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 お前ゲマお前それはやってはいけない。一番やってはいけないルートをしていないかゲマ。何を慢心した何を慢心して今ライアンに釜振り下ろした今お前。え、今さ、すげえ慢心してなかった今ゲ。ゲマちょっと慢心してたでしょ今の。慢心して、なんか、ライアンに釜振ったしお前。これ圧倒的に勝っちゃうぞこれ。なんだったら普通にとどめ総裁したとしても、勝てる。レベルになってきたよ。この大釜の打点が。でもそれでもなー。はい、やっぱホイミ。やっぱホイミに行くよね。あー、いや、ホイミで粘られたなこれ。勇気溜まってないもんね。一回のガードで全てが動いちゃった感ありますね。ゲマ?お前。いや、まあ、ライアンは強いってことを証明したわ。ゲマよ。お前に私は倒せる。なぜならお前は腕を組んでいないから腕を組んで、ゲマなんで腕組んでないにゃ。もうオルゴデミラみたいに腕組みや、せめて。
ゲマ初戦から負けとる。おい、ボーンファイターと同じ香りするぞ。おい、どっかのボーンファイターと同じ香りしてきたぞ、なんか。原作だけのことを言うんであれば、ゲマからしたらね、私がこのような小物に負けるはずがないですよ、みたいな感じなんですよ。ただね、どうなんだろう。さっきのライアンチームみたいにガードは確かにないよ。向こうがガードしてくること絶対ないんだよ。ただし、このスライムチーム、ね、回避率高いからね。ホイミスタイルみたいにさっきみたいに避けられるとかあると結構危なくなってくる。さあ、スライムたちの逆襲。いざ勇敢、スラスライク、ドン、ウィー!3 ターン以内にゲマは決めないとダメだと思う、あと。このチーム回避率こうやって高いから、3ターンで普通に引かれたまで、チャージできると思う。どうだこのスライムで。さあ、スライムチームに振り出される。死神の大ガマー。微妙だな。700なのか。700か。なんか微妙なダメージだな。3ターンで決まると言ってるんじゃねえか。ロケット先は、ワン、ツー、スイッチ。えげつないことになってますよ、ちょっと。熱戦。熱戦、どうだでも。草原森のスライムチームだから回避率が高いんだよね、向こうも。ジャンプ切り、よーいちょっとゲマいいのか、ゲマそんなのでお前恥ずかしいぞ、ゲマ大丈夫か。ちょっと待ってくれ怒涛の会心がさあ、ここでね、ここでおぞましい熱戦でこの状況打破できるか、ゲマ。おえ、あれなんか怪しいな。にゃーちょっと待って。ちょっとマジで待たない。ちょっと待って。さ、俺気づいたんだけど、今さ。このターン全員あいつ回心出すぞ、今。おい、あいつら全員今回心出しただろ。リプレイで驚きしてえもん。え、全員今回心出したよね、これ。なんつうことしとんの、こいつら。スライムチームやばすぎ。それはスライムチームやばすぎるって。会心が、会心の圧がやばい。会心の一撃の圧がやばすぎるって、いくらでもこれがスライムチームの強いとこだわ。ちょっと、え、もうゲマ4000もあった。お前も会心出せば、ここで会心出せば、あ、ゲマの意地。原作再現間違いない。もう原作再現になっちまったよ、いよいよ。ほら見て、天空の三神器揃えてんぞ、あいつ。天空の三神器を備えた勇者 VS、まあ、戦士か。戦士 VS ゲマ。ゲマいけ、お前いけるかもしれん、ゲマ。で、天空の三神器来ますからね、相手。もう完全にもう原作再現ですよ、これは。原作再現バトル始まります。どうなんだろうね。でも、向こうは3ターンに勇気を貯めることは普通にできるからな。さあ、ビビリギリが、まあさ、勇気がね、溜まるかどうか怪しいラインにね、入りましたね、いきなり。いきなり勇気が溜まるか怪しくなってきたわ。ビビリギリ外れよった。さあ、来た、原作再現。この絵はすごい。いや、この絵はちょっとかっこよすぎ。さあ、あなたが生き残りの子供ですか。雑魚。400ゲージはちょっと雑魚すぎない。さっき見たら、さっきのゲマ見せてほしいな、なんか。さっきのゲマ見せてほしい。スライムの逆襲。そしてスライムの逆襲が始まるわけですよ、ここで。さっきのゲマ見せてほしいな。うん。ねえ、あれすごかったからさ、もうびっくりしたもん。本当にまさか出ると思わなかったしな。いや、ゲマちょっと張り切ってるからね、ちょっと動画補正入ってるかもしんないんでね。さあ、向こうは3ターンで勇気を貯める気でいますんで、さあ、どう出てくるかわからない。まあ、全然わかんない。イテツカと龍騎の差をつけられる、ここで。これね、魔王どうしようもないね、逆に。逆に魔王はどうしようもないからね、イテハスをこうやってされちゃうと。さあ、怪しいな、これ。戦士の耐久力的にさ、普通に耐え切られて、とどめる刺激を打たれるってまでさ、テンプレートルートが見えてんだよね。あ、これはどうだ?あ、大丈夫か。そう、テンプレートなルートが見えてんだよね。イテハをガンガン打たれてるから、魔王も勇気たまんないし、こっちから翼やるとかできないし、熱戦強いね。熱戦強い。熱戦強い。だいぶ出た。なんだったら、今のは。さあ、向こうの次のターンで溜まるかどうかが重要なターンではあるけど。ね。
ほぼほぼ互角と言っても過言ではないんですけど、このターンに2ピーチーム雪溜まったらもう普通に負けです。もう何言うことなく普通に負けます。さあ隠れ隠れでビビリギリ、今度は当たっていく。さあスライムと主人公で勇気ライン乗せたらもう終わってしまいます。もう早くも終わってしまい、負けが確定してしまいます。流れるように負けます。これは大丈夫か。いやゲマ避けようよ。まだ今日ちょっと回避してないんじゃない。ゲマちょっとゲマ回避しない。ゲマステップ、こう回避したらねワンチャンある。多分溜まってるな。なんかないかな。おぞましい熱戦でなんかない。いけ、頑張れゲマ、頑張れゲマ。もうほらもうほら、もうお父さん来ちゃったよ。もうみんな大集合、迫力満点の大突進だ。ちょっと待ってきます。流れるように負けてどうすんねんお前。これだうわーこれだレジェンド魔王とは何たるか。ちょっとそろそろねゲマにねお灸を据える時がやってきました。十分据えられてるよ。十分まあゲマお灸据えられたと思うんですけど、追い打ちをかけようと思います。レジェンド魔王最強無道の登場です。いやもう絶対無理だよこんな。今までレジェンド魔王とか言ってなんか散々なんかねなんか暴れまくっていたゲマについにね鉄槌の古いがやってまいりました。いやえげつねえの出てきてんじゃね。もうただただえげつないよねこれ。ただただえげつないことになってない。ゲマ相性悪すぎない。大丈夫なんか全然大丈夫じゃないよね。あの順調にいけばこの勇気の弾速度 SP が使えない以上もう同じなんですよ。ってことは力欲しいになるわけですよね。勇気の相殺が起こっちゃうんで、あの大魔王の一撃の相殺はないで結局貯めれないことになると思うから、普通に多分ゴリゴリの火力勝負になると思うんですよ。そうなった時にもうゲマが勝てるかって言ったらまあ無理だと思うんですよ僕は。切り裂きビエロが今鮮やかな剣技で手加減してくれてるけどさ、これでも弱点だからね。これ弱点だからね一応。さあそして来ました大物無道悪夢。もう好きにしてくれよ。好きにしてくれもうゲマ。あー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 もう熱戦で勝負や。お互いを熱戦で勝負や。ゲマ頑張ってくれ。お前本気であんなに強かったのに。いけ、おぞましい熱戦。なんか出るかもしれん。昔やったことあんねんな、これ。昔やったことあるんよ。ゲマとムードをボッコボコにされてたやんか、ゲマ。昔ね、結構昔に、魔王同士をね、ひたすら戦わせるってやつがあって、それでね、分かってることなんですけど、まあ、ボッコボコにゲマする。なんだったらね、9体の魔王いるんですよ。このゲームには。そのゲマがね、9体の中で、総当たりしたときに、ゲマが一番弱かった気がする。あれ泣いていいと思うんだよね。何しに来てたんだろうねって思ってるもん。普通に力を伝えてるからね。でもおぞましい熱戦がワンチャンあるな。ダメージ的に死神の側もワンチャンあるな。白熱のバトルです。死神の側に会心出すしかないのかな君は。ねえ、完全に溜まる速度も一緒だし、向こうはデインとメラゾーマが必中な以上安定してね魔力を貯めることができるわけだし、なんだったら普通に力で負ける未来しか私は見えないんですよこれ。ただただもう確定命中の呪文を押してモンバトでさ、ブレスや呪文が強い理由ってこういうところで、ブレスはこういうなんかさ身の守りとかさそういう系無視できるじゃん。打撃耐性が多いだからさ、呪文は確定命中っていうのがめちゃくちゃ強いんだよ。ゲマの回避何も活かせない、避けられてる。ほらこう回避こうやるとこうなる。ねえ、ただただなんかもうゲマがかわいそうなところにやってる。なんかボッコボコで。なんだったらこれ、ボーンファイターより悲しいことやってる。なんだったらこの構図多分、ボーンファイターよりひどいぞ。おい、なんだったらこれ。あ、でもお互い多分勇気は総裁まで持っていけるかな。持ってなかったら死だよ、てか。持ってなかったらもう死だよ。言っとくけど。向こうまで溜まりました。いや、おぞましい熱戦の回避痛かったね。いや、早いな、向こう、お互い溜まんの。もう普通にこれも技を打ち合ってたらもう結果見えてるじゃないですか。結果見えてんじゃねえかよ。なんだよこの見え見えの勝負は。嘘だろ。弱いわけじゃないんだよゲマもな。あ、勇気溜まったね。お互い勇気溜まったけども、で溜まったんだけどさ、もう待ってる先がさもう総菜じゃん。
勇気の総裁怒ってさ、あのね、大魔王同士のつばぜり合いとかないんですよ、別にこのゲーム。その関係上ね、勇気の総裁が怒るだけです。はい、なんでこれはね、まあカットでパッとお伝えしますね。あの作画上無理なんですよ。というわけで書き消されます。ゲマ怯えてるぞ、顔が。ゲマどうした、顔がなんか震えてんぞ。ゲマの顔ちょっと震えてるように見えてきたわ、なんか。あ、終了。怪獣も冷蔵の炎症。さようならゲマ、夢をありがとう。ゲマ、メラゾーマ、ぬわーって。お前何だったの。